アブドゥルカリーム・ハッサンは、カタールドーハ出身のサッカー選手。カタールスターズリーグアルサット所属。カタール代表。ポジションはディフェンダー。アスパイア・アカデミー出身のファダルラは、2010年にアルサットと契約を結ぶとすぐに頭角を表し、その年には、カタールフル代表にも招集されると、以降、代表のレギュラーに定着。アフリカにルーツを持つことからも、 身体能力が高く、通常ディフェンダー登録だが、高い位置でもプレーできる。国内では得点力の高いサイドバックとしても、知られていて2016年のオリンピックアジア選手権でも活躍を見せた。アブデルカルムハッサンと表記されることもある。カタールスターズリーグ2012から13シーズンの最優秀ユース選手に選ばれている。2017から18シーズンにベルギーリーグの カスアスペンに期限付き移籍をした。各世代別のサッカーカタール代表に選出されている。西アジアサッカー選手権2014、ガルフカップ2014の優勝メンバーとなった。ありがとうございます。